飛び出せ動物の森が8名様に当たるプレゼント企画やってます。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ応募のほどお待ちしております。どうも、皆様でミーネットです。さあ、飛び堀実況続きやっていきましょうか。本日、2019年4月の29日ということで、平成もそろそろ終わろうとしておりますが、ちょっとね、オートキャンプ場からの手紙を一旦、消して、リライトして、母からの手紙が来ました。ミネットへ友達のおすすめの本、分厚くて、まだ読んでないページにしおり、見えっ張りなの、母より。さすがにそれしねえな。どうだったって言われたら終わるしな。ということで、ちょっと、母からのプレゼント。ということは本関係かな？カントリーな本棚、あざす。使わせていただきます。なんですが、今回の企画は、ちょっとカップペイのアミーボを購入しましたということで、呼んでいきたいなと思います。雨だったらシーラカンス出るくね？よーし、ということで、早速呼んでいきましょうか。あとですね、前回言ってたんですけれども、今年中にアミーボを全部コンプリートしたいなって話をしていて、で、動物の森シリーズだけだったら、あとね、匠と風子の、あと2種類だけ。それさえ集まれば、一応アミーボで使えるやつはコンプリートできるので、ちょっとですね、この2体をなんとかゲットしたいなと思っております。カッペイ呼ぶことってまあなくない？カッペイのアミーボとか、お店で見かけることもないしな。よし、オッケー。行ってみよう。じゃあ、カッペイのアミーボをさ、呼んだ時って、恩島とか行けるんかな？ちょっと下降りてみる。アミーボで呼んだ時ってどうなる？ゆうたろうになってんの。ゆうたろうだ。かわいいんだけど。あ、恐れ入ります。本日、カッペイさん、お休みのため、南の島に行く船は欠航でございます。申し訳ございませんが、また日を改めてお越しくださいませ。お、ジョニーいる。え、すごいな。ジョニーか。珍しくね。起きろ、ジョニー。5ミニッツ、あと5分だけ。おうの、そちら、取りかじです。面かじは右、多分、お箸を持つ方。いや、なんだか足が冷たくてたまらない。起きろよ、ジョニー。起きない。え、起きない？え、起きないのこれ。え、なんで？何回か話しかけたら起きるんだけど。あ、びっくりした。起きた。よかった。本当に起きないかと思った。私はジョニー、喫水の海っ子です。ちょっと聞いてくださいよ。私乗ってた船から海に投げ出されて気づくとこのビーチに。そうなんです。ジョニーは遭難したんです。そこ笑っていいところです。自虐ネタと親父ギャグのコラボレーションなのです。って説明させないでくださいよ。どうやら私、人の笑わせ方を忘れてしまったようですね。あれ、そういえばいろいろ思い出せませんね。ジョニーはどこに向かって旅をしてたんでしたっけ？お声が困ったことになりました。ジョニー、ピンチ。そうだ、お願いです。覚えてること全部話しますので、私が向かっていた場所を一緒に思い出してもらえませんか？どうかこの哀れなカモメを助けてください。助けてあげよう。ありがとうございます。あなたはなんとあったかい人でしょう。それでは、目的地について覚えてることを洗いざれお話しします。プリンセスマーメイド、人魚がいる。美しい人魚姫。私、人魚姫に会うためにこの国目指すんです。わあ、待ちきれませんね。あなたこの国の名前心当たりありますか？デンマーク、日本、アメリカ、ノルウェー。むずいな、これ。デンマークじゃね？日本ではないだろう。デンマークじゃね？デンマーク！ビンゴです！当たってます！お前、本当は知ってたんだろう。まさに、私が目指す国、お人魚のいるシーサイド。私の夢ももうすぐからのですね。ありがとうございます。あなたのおかげです。私、必ずお土産送ります。気長に待っててください。オッケー、わかった。これ押せるんだね。これ押し続けたらさ、なんか言うのかな？だから住民だったらそんな押さないでよみたいに言うじゃんか。こやつを上の方まで持っていくことってできるんかな？こやつ上まで持っていけるか？ジョニー、お前上いけるか？いけない？お、ジョニーいけないんだ。それは知らんかったわ。いけると思っちまったぜ。逆にこやつを、こう、向きを変えて何とかいけねえか？あ、めっちゃ反抗する。そうか、こいつ、崖から上は登れないんだ。哀れなカモメよの、じゃあ、早速俺たちは本題の方に行きましょうか。カッペを呼んだので、ここだけなんか開いてんだよ、花。前まであった気がするんだけど。どっか行ったわ。よーし、ということで。これ、いやーでも、うわ、パニエルって雨降ってると、服装変わるんだ。へえ。あれ、このキャンピングカー誰だっけ？かぶり場か。確かかぶり場のキャンピングカーだな。聖一とさ、かぶり場のキャンピングカーってめっちゃ似てるくない？なんかこのバッテン印、丸×ゲームに使ってるやつを見ると、一瞬聖一かなって思っちゃうけど、あれかぶり場ですね。先に、ちょっとカッペの方行ってから、行こうか。こっちのさ、カッペの方で、家具をオーダーした時って向こうでどうなるんだろう？注文できんのかな？ということで、カッペ。昔、タクシーやバスの運転手をしていたこともあり、車の運転はお手の物だ。船と車の違い。屁をこいたら急いで窓を開けなきゃなんねえのが車だべ。ということで、ちょっと話しかけよっか。ようみね。船乗りのオラがこんなところにいてびっくりしたか？実は今日なぜか突然休みを取るように言われたからお忍びでここに来たってわけだ。いや別に仕事をクビになったわけじゃねえぞ。誤解してくんないでくんろ。結婚するとよ、こういう自分だけの場所じゃないと、気軽にへもこけねえんだわ。キャンピングカーってのは男のロマンだよね。よーし、相撲でもするか、ミネット。こう見えても船だけじゃなくて、ほら、車の免許を持ってんだぞ。前作ではお世話になりました。昔はタクシーの運転手からバスの運転手までいろいろやったな。バスの運転手は待ち盛りか。時によ、男には休息が必要なんだよ。オッケー、カブを出していこう。リゾートの赤べ。リゾートな床。ニュー 3DS。これ定番だよね。ニュー 3DS と BU。青のアロハ、赤のアロハ。で、1枚板のテーブル。運転手の帽子。わあ、めっちゃいいじゃん、運転手の帽子。でもこの1枚板のテーブルいいよね。これ和風の部屋に使えそうですね。座椅子、緑。最初から緑にされてんのいいな。先導の模型。かわいい。これ後で。トロ、大名膳、畳まれた布団、南国なディスプレイ A、南国なディスプレイ B、バスの模型と船盛りですね。船盛りあるのいいよね。で、あと、これいいなって思うのが、この赤のアロハと青のアロハだわ。こう南の島でコイン使うのもったいねえなって感じたら、この赤のアロハと青のアロハをここで購入したらいいわけだもんな。これ結構便利ですね。で、欲しいといえば、この先導の模型かわいい。これ、頼むわ。で、大名全財数。で、一枚板のテーブルもお出しときましょう。オッケー。和風な部屋に使えるね、これ。かわいい。いいっすね。カッペの驚いた姿見とく。お、そんな顔してんのお前。カッペの目開いた姿。そんな顔だったんだ。ハロー、かぶり場。なんか、いいね。和風な部屋、和風な部屋で。株の世話と行商で忙しい毎日を送っているが、時々暇を見つけたキャンプ場を訪れ、気分転換をしている。こやつも驚かせてみたい。こっち向いてくんねえかな。あんまり開かないね。いや、カッペイが一番ビビったわ。あんなに開くもんなんだな。これどうなんだろう。アミーボで呼んだ場合って、こっちでも注文できんのかな。座椅子注文してみて。あ、ダメだったわ。やっぱ無理か。無理だわな。床の間もオーダーできるんだ。招き猫、座椅子。壁掛けのハンドン。オッケー。ちょっと次の日にして、せっかくなんで、和風の部屋強化するか。4月30日にしてきた。いや、平成最後の日と、いうことになっておりますが、めっちゃ来てる手紙。なんだこれ。何をそんな送ってきた。あ、ジョニーか。ディアミネットさん、あなたのおかげでデンマークに着きました。人魚の銅像を見ましたよ。本物の人魚には会えませんでしたが、ジョニーは満足です。よかったな、ジョニー。で、あと、オートキャンプ場からの手紙ですね。上の手紙なんだ？これ多分道具入れてた気がするんだけど。母か。旦全部開けてからにしよっか。ちょっとどけといて。で、手紙を全部出して、これ多分道具な気がする。やっぱ道具だよな。で、プレゼント。人魚像。で、船盛りと、船頭の模型と、一枚板のテーブルですね。OK。早速和風の部屋に飾っていきましょうか。しゃあ、やってまいりました。なんか、一枚板のテーブル持ってた気がするって思ったら、やっぱ持ってたわ。どこで持ってたんだろう。同じものだよな。船頭の模型と、船盛りと、人魚のやつはわあ、人魚像って感じ。こんな家具になってたんだ。すげえな。いや、一枚板のテーブルなんか持ってた気したんだよな。で、せっかくなんでこいつを、ちょっと置いといて。でもまあ、注文したし、飾っときたいよね。せっかく注文したんだし。こうする？これを、いや、なんかもう餅いらねえ気がするな。餅やめとくか。餅やめといて、こうしてこうして、これを、こうしとくか。なんか、それっぽくなった気がする。いいだろう。船盛り、どうしようかな。前まで、ここのテーブルを4人用テーブルにしたいって話をしてたんだけど、なかなかね、見つからないんすよ。4人用テーブルが、和風のいい感じのやつが。だから確か、これ2つ注文して、いや、これをそもそも、4つにしたらよくね？こうしたらよくね？もう1個注文するか。いや、もう1個注文せずに、お茶受けセットはいるから、まず、これを、こっちに置いたらよくないか。こうして、こうしたら、よくないか？うむ。なんか、いい感じになったんじゃないでしょうか。ここのスペース、空いてんのかな？なんとかしたいよな。4人テーブル、完成。まあまあまあ、悪くはないんじゃないでしょうか。ということで、ぜひぜひ、皆さんね、このカッペの家具、かなり使いどころあるかなと思いますんで、和風な部屋使ってる方はぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこの辺でお届けしましょう。じゃあな。